はい、こんにちは。セブンイレブンのこのベルギーチョコふんわりしっとりパンケーキ2個入りでございます。2個入りということで、なんかちょっとお得感がありますけど、普通のねパンケーキじゃなしにベルギーチョコを使ってるということで、もう色がねこうチョコレート色をしております。じゃあ早速ねいただいてみたいと思います。2個入りだからね、とりあえずね1つね食べてみたいと思います。こんな感じでね、なんかどら焼きみたいですけど、ベルギーチョコということでね。で、中はというとですね、こうね、ちょっとチョコレートクリームがこう挟んであるというね、こうパンケーキサンドになっております。はい。ね、割るとね、よくわかります。こんな感じで。で、周りがね、本当にね、あのふんわりしっとりパンケーキというだけあってね、本当になんかスポンジみたい。ふわふわ。もうね、ふわふわしっとり。ね、じゃあいただきます。これはねベルギーチョコの味しっかりしてますね。外がね本当にねふわふわで、ちょっと弾力があってもっちもち。あ、これはね非常に美味しいです。美味しい。これねパンケーキだから ね大きさもねそんな大きくないんで、ちょっとね小腹減った時に食べるに、ちょうどいい感じじゃないでしょうかね。2個入りということでね、お友達とね1個ずつこうねシェアしても、ね、楽しいんじゃないかな、いいんじゃないかなと思いますね。ね、このクリームをねチョコ味でなかなかでもいけますよ。美味しいです、ね、食べながらでねすみませんね。はい、ということで今日はねこのセブンイレブンのベルギーチョコふんわりしっとり、パンケーキ2個入りをご紹介しました。セブンイレブン系ですね、イトーヨーカドーとかね、そういうところ のパン売り場、ちょっと覗いてみると置いてあると思いますので、興味ある方ね買ってみてください。それじゃあまた。